いや最後一回も勝てんかったけど、まあ、楽しかったっす。ただまあ個人的にはこのゲーム最初にやったのが、まあ、タッチカートの対抗戦で、その時に竹山さんに完全に取られたんで、僕としてはこの後竹山さんと勝負した上で終わりたい感じではありますか。まあ、またやりたいですね、そういうのは。まあ、画面の方ではライスが出るけど、さらにくらいで打って速い武器で本気で打つけど、例えばと急な移動してちょっとダッシュが足りなかったか。そしたらどれだけ自分を返す先生で、お互いちょっと距離が取れない。これはさすがに100%あるぞ。ちょっと来てか、さあバンク100%あるぞ。さあこれ死で村崎抜けたけど、ルカさんたちが呼んでるみたい。紫だけ見えたのよかったんですけどね。アクション。惜しい。疲れてるのどうなんだろう。疲れたくも何ぐらいそれぐらい。最終的には変わってないと思うから。さっきも誰か実況で言ってたけど、これさんかこの組み合わせかなり面白い勝負だと思うから、お男子の勝負でうまく使って、それはどうなるかって。体力も五分だけど、東京的に落ちてるのはライツ側。さあ画面打ち、ライツ側からなんか捕まえて、しっかり熱攻撃を使っていく。ロクシー空振りに、これバースト4だがバースト3がバースト3がない。相変わらず画面端が少しきつい。さあ投げを通してバーストを使わせない。勝ったな菊池さんのやつですね。ライクウィン。初めて、立川来ましたダキと申します。実況したいと思います。手が痛い来地組み合わせよく分かりません。まあ、来地側はすでに3連勝しているので手が痛いと頑張っていただきたいと思いますが、コンボ入って大きいじゃないか、調子に行って、ボールよりもこれ痛い。バース入って画面端でコンボ食らって、結構ダメージが3000くらい死ぬと生きる痛みで切られて発動に入る。レイガー側はゲージがないチームはこれは死ねるので攻める。ファースト読まれる、コンボが入る。これはそうなんですね。投げる、通常の内容入る。これは最初のコンボよくわからないんですけど、多分死ぬでしょう。使う第1側が1本選手していく。互いにバーストは1個ずつ消費している。次がダウン取り返していきたいところですが、このボールある状態に近づいた方法が手が使ってないんで僕にわからないですね。中段攻撃で早く映画側として早く磁力をつけて打っていきたいところ、磁力がついた。大地が距離取って、なかなか捕まえられない。ダメットヒンガー、ファン暴れる。画面端
紫が通る。これは1対3700。5番からまた1セット取ってまた画面端を背負わせることができるはず。今の置き攻め現状いや昇竜拳これいる生きている。これは生きてないけれどもしっかり締めてガジェットを締めるあっ読んでいる。すごい。それでお互い1ラウンドずつ取った状態でバースト1個ずつ。第1がコンボ決めて画面端3000ダメージ取って落ち攻め遠く離れて中段が爆死引っかかる。さあ2回攻めに入るルートダメージこれはきつい。中段立ってたい。第1は攻めが止まらない。バースを吐かざるを得ない。サーブボールが使ってしまい緑谷が通る。さあ第1側の火力がわからないので押し切れるのか。大車輪からの正義にではない。それで捕まえて安心刺さって死んでしまう。勝ったのは大地。はい、じゃあ行きましょう。いやーあー面白かったな、シリーズ。はい、ワンピーガーシルシジン、ツーピーガーキッチオイシ。まずジャンディーガロス、ジャンビーめぐりガロジャンシー空中ファンタ、これはちょっとおいしいガスは続かない。ゲランが裏に置いてある。ガマシー連動してパンを握ってのキクシガー、イレッパー逃さない。バックジャンプしてくるのが今のは完全に読んでいたでしょうね。戻り込ん最後は締めていないが、ジャンディー空振る、着地をずらして狙わせないが、ジャンシー空中カウンター、今のは対空空投げミスか何。さあいつも通りの印ですね。印が乗ってきている。6チーム、そう画面足の締めは耳すかして、ここで一瞬6への帽子が見えたからカウンターする。この綺麗そうはねすごいね、なかなかやるね。ああまたもや画面端を背負ってしまった。体力リーダー依然の貴重裏回り耐久から直下した。今はできるが、ボード押しはカウンターなので戻りもカウンター、拾い直して一気に画面走ってジャンエー空中カウンターから最後ギリギリ残るが、ここで大車は空中ダッシュ後ろから取る。一本選手は劇場ライチ、お互いワースト2個持ち。両面空対空ジャンプをジャンディーでその前に置いてある。中段ガードギリゴーギリゴー、しかし緑投げあれはやっぱでも強いと思うんですよね、なかなか。さあちょっと変な声からぶり投げ抜ける。これあっと今のは絶好のチャンスを2回見逃してからとりあえず中段で上目にしていく。ピッチオライチが1つ目のバーストホーク、ジャンニシーが垂直でカウント、バックショット無双で反対側に逃げて、なぜかピンチは印。バックステップにゴシー引っかかって、ゴシーが 2D 届かない、反撃がないのがラッキーか。バックジャンプ空対空からジャンディ無双、おすすめはツバミウがジャンディシー空中ガウン出したがこの後続かない。ジャンディで凍らせてゴシーから火力、これはさすがに死なないでしょう。無双でとりあえず受け身狩り状況を取っていく。ガンダーシーに対してツバミヒット、ボクシーはディレコーテンで出す、ブルキ対空空振って最後は一生懸。ああなぜかバーストリードは印。3本目お互い空対空がさえますね、上の取り合いといった感じでしょうか。ジャシーガロー、ガナシーゴーゲアンガオロシからしっかりツバメカス当たり、オフ飛ばしコンボで、いやここはミスしてしまった。半額はないが石を隅したところにシャハメシット。さあ基本コンボ精一杯決めていく印人、ミディは飛んでる、
収録し、李承慶に対してツバメ。今のはキレンソーを2ビール抜けるという対策でしょうね。ヒョンディ引っかかって画面足一瞬まで通話、このバーストやっちまったか。俺もさっきやっちまったけど、さあバースト2個入ってしまって、画面端キッチョが押せる、空振って直立追加、バリア張っている、バリアガードしてからダッシュゴミ、バーストいってバックステップいってみるですよね。コンボが多いのはいつも通りですが、さあここから5人渡る、何もしないこのスミシー、ああここで5人が空中ヒットシーまで繋いで、これはちょっとあるぞ、うわー補正切りっていうかツバメ暴れ読んでいってあるんでしょうか。これは下げて、あさあいやこっから構成とかしてるしは、コンボ見せる気がする、見せるのかできるのか、さあ期待を勝ったのはシルシジン、さすがですね。いや美しい試合運びでした。さあおっと、あらああ、はい、シルシジンが華麗な勝利を収めて、菊池さんはコメントなしとのことで久々に実況したいと思います。対する相手 PSR 売ります、関ドラグナですね。シルシジン VS 関ドラグナ、開幕リードを取っているのはシルシ、裏前6位はさあハーレス、安定がいってしまったが反角はない。 C カウンター 2D の後の6位を冷静にガードしている、コンボミスってグダっているのに展開の速さにはついていっているという感じですね。よくわかりません。 5B セッカ 6C 無双、さあやっと赤い、あーこれはラグナの読み勝ち、おっとこれはブラッドカイの無理が少し足りなかったか、歴史の情報引っかかって、さあ最後はジャンプし相手を6名飛び越えて1本選手は印陣、2本目アクション開幕 5B、 さあ 5B を待っている。そしてなんか今日はね、走ってってジャンプして空投げっていう、まあ、よくあるムーブが非常に通りますね。ゴビに対して銀歯裏回りに C しっかり通してゲージを回収して 3C ヘルゼ2A から緑投げている、何事もジャンプし 2C に裏から入ったところにいろいろあってしゃがみヒット 3C 無双から裏回りネタを披露してせっかからバーストガード、これは素晴らしい判断、いつも通りの印、こっから負けると嬉しいぞ。少しヒット空中ヒットだった、エルズから打ちまって勝利者の印陣